今回なんですけども、ミニ動画の動画でございます。購入方法は、最低購入口数が10口必要、つまり金額で言うと2000必要になるというような買い方なんですよね。当選実績としては前回4等だったんですけど、その前3等当ててますから、はい、一応そういった買い方になっております。どうもそこは、おっチャンネルだー。今回なんですけども、ミニ動画の動画でございます。はい、今回なんですけど、ミニロトですね、そしてエリア購入法回で現在ですね、2回連続で当選している買い方になっているので、さすがにね、ちょっと3回目は外れんじゃねえか と、思ってはいるんですが、やはりですね、とにかく試さないとわからない、そして当てるまで挑戦し続ける、倒れても倒れても立ち上がる、それが奥チャンネルでございます。では早速ですね、今回も、まずミニロトの解説、そして最後の方にエリア購入法回、ご存知ない方のために、具体的な購入で、お話していきたいと思います。企画戦金、はい、じゃあ、解説やっていきましょう。今回ね、118回分の出現データ見ていきますね。こちらですね、はい、出現ランキングの解説としましてはこちらですね。まず、1列目が、2が24回、1が20回、3が17回、5が10回で、2列目なんですけども、3と12が10回、8、13が9回、5が8回、10、18、19が7回ですね。3桁目なんですけども、19が13回、14が11回、20が8回、11、13、16が7回となっております。で、4桁目なんですけども、23が14回、21が10回、19、24が9回、22、25、26が8回となっております。で、次ですね、 5列目なんですけども、31が20回、27が29が14回ですね、26、30が13回、25、28が9回となっております。一応ね、これ出現ランキングなんですけども、ちょっと大まか変わることはないんですが、一応若干4位関連ですね、4位のもので、ちょっとランクアップしてきた、数字があるんですが、まあ、ここちょっとさらにですね、深掘りしていくとなんですが、一応列別の出現数字のトップ10ですね、こちらです。はい、2列目は3、12、8、13、5、10、18、19、11、16となっております。3桁目に関しましては19、14、22、11、13、16、21、17、18、23ですね。4列目なんですけど、23、21、19、24、16、22、25、26、27、28、5列目が31、27、29、26、30となっております。一応この中で、出てるのが一応バンと足すとこうなるんですが、一応10から31まで、抑えているんですが、なかなかちょっと出現ランキング的には15だけが今回ないという形になっております。ただまあ一応どっかちょっとね、15ねじ込むような感じにはするんですが、一応2列目と4列目、一応ここピックアップして見ていくと、全部に出現してるのは、16そして19、これ出現多いんですよね。で、各列に出現しているのは、あんまり考え方によると、ちょっと迷ったら16か19入れとこうかというような感じで、ある種抑えておいた方がいい数字なのかもしれません。それで言うと15が意外と少ないです。出てはいるんですが少ない。そう、だから15と16、19選ぶんだったら15をやめて、16か19選ぶようにしてもいいかもしれませんね。はい、では、奇数偶数割合でございますね。こちらですね。はい、このようも見たら分かる通りですね、奇数がとにかく多い。現状は奇数が多いんですよ。多い。そう。で、2列目と4列目、差が低いんですね。で、6個、2個、4個とほとんど差がないものに比べてですね、1列目、5列目、に関したら、もう迷ったら奇数でいけと。30個も24個も差があるんだったら迷ったら奇数でいこうというような感じじゃないかなと思います。だから難しいところですね。だから2列、3列、4列目、迷ったらとりあえず奇数した方がいいと。じゃあ、さっき出た16、19の話があったら、じゃあどっち選んでいいの、19だろうというようなね、感じでもあるのかなと思っております。はい、では次ですね、トレンド数字ですね。こちら、この表ですね。これが一応直近の出現の数字を表にしているものですね。一応全体割合で見るとこちらになりますね。そう、
当然ながらなんですけども、トレンド数字、直近10回分をピックアップしておりますので、一番最初に言った118回分のデータ絶対に減ります。圧倒的に出るんですが、その中でもちょっと癖があるので、その辺お話していきたいと思います。じゃあこちらですね。はい。じゃあ1列目が、1が3回、2、3、4、5、7、8、13が1回ですね。で、2列目、13、18が2回、3、6、8、11、12、16が1回、3列目が20が2回、5、7、10、16、17、18、19、21が1回、で、4列目、21、25が2回、12、14、19、23、26、28が1回で、5列目が29、31が2回、23、24、26、27、28、30が1回となっております。一応トレンド数字で、見ていくとこうなるんですが、一応多いもの、いわゆる2回以上出現しているものは、1、13、18、20、21、25、29、31。そう、ただこれを選べば当たるんじゃないかと思いがちなんですが、いろいろちょっと何回かこのねトレンド数字も取り上げてきたところ、体感的なお話をさせていただくとなんですが、3回以上の出現が非常に少ないですね。はい、とにかく少ない。だから1列目以外は特にですね、2回以上出てるものが少ないんですね。で、それを考えて、読み解いていくと、多いものに貼るんじゃなく、多いものをある種削除数字として考えていくのもありなのかもしれません。そう、だから例えば2列目、13、18が2回出てるよねっていうのは、13か18どちらかが前回2回だって、18が、1回だったとしたら、18が出たからボンと戻ってきて2回になってるよというような感じに、考えることができるので、あ、そっか、今回じゃあ18、13、18はないなというふうに見切って、じゃあ3、6、8、11、12、16の中から選ぶのも一つですし、ここに載ってない数字は出現0回なのでそっちに貼るということで削除2つできるかなっていうような考え方を持っても一つだと思います。そう、この辺をねどう考えるかなんですね。多いものに貼るのか、それとも出なさそうなものに貼るのか、出なさそうというと言い方変ですね、次出るであろう可能性があるものに貼るのか、そこ難しいところです。これ結構ずっと永遠の課題じゃないかなと僕は思っております。では最後にですね、エリア購入法、買いの買い方のご説明しておきたいと思います。一応買い方としてはこうなりますね。はい。一応この表の通りですよ。1列目は、1から10まで、とりあえず1列買うと、1、2、3、5、6、7、8、9、10と買うと。で、2列目、3列目、4列目、ブルーの枠になっているところに、先ほどの、118回分の出現、ランキングのもの、もしくはトレンド数字のものから参考にして、できるだけ意識的には11から、31、5列目も含めた31を、踏まえて、適当にこう並べていく。ただ適当といっても、要は前回前々回の数字を参考にしながら、ちょっとこの流れあるかな、この流れあるかなというような感じで並べていく。で、5列目に関しましては、いわゆるですね、先ほどご説明した数字のですね、31、26、27、29、30、31、この5つの数字を2回組み込んでいきます。つまりですね、31、29、30みたいな感じで適当にもう1個ずつ入れていくんですが、それを2回回すと。で、トータル5個のものを2回なんで10個入れるという形ですね。つまりこのエリア購入法回は、最低購入口数が10口必要、つまり金額で言うと2000必要になるというような買い方なんですよね。そう、これ結構当選実績ありますからね。当選実績としては前回4等だったんですけど、その前3等当ててますからね。はい、一応そういった買い方になっております。はい、では、今回ですね、ミニロトエリア購入法3回目、そう、奇跡の3回目の当選、連続3回あるかどうか個人的にも楽しみなんですけど、ちょっとさすがにね外れるんじゃないかなと思ってます。そしてこれもし3回見たら本物よ、ある種本物よ。そう、そこちょっとね僕個人的にも楽しみなんで、結果楽しみにしております。そして、結果配信の動画に関しましては明日配信させていただきますので、そちらの方もぜひ見ていただいて、お前のエリア購入法買いってどうなんだという風にですね見ていただけたら幸いでございます。ではご視聴いただきましてありがとうございました。